はい、トールです。リゼロ2期、14話、まあ39話の感想を言っていきたいなというふうに思います。はい。まあこちら解説動画っていうわけではありません。まあアニメ、まあ原作未読でアニメのみを見てですね、その内容を、まあ個人的な、感想と、まあ勝手な考察っていうのを語っていくってね、そんな感じになっています。ですのでね、まあちょっと先のね、楽しみが減ってしまうようなネタバレコメントについてはご遠慮いただければというふうに思ってますので、よろしくお願いします。ネタバレね、見たくないんやけど、リゼロ楽しいからアニメね、感想とかね、考察共有したいよっていう方でも安心して見れるものにしていきたいなというふうに思っていますのでよろしくお願いします。あとまあアニメのみのね、まあ独立したものとして見てるんで、こう原作にはこういう設定やからそれは考察としておかしいよみたいな話に関しては答えられない場合もありますのでよろしくお願いします。はい、そんなわけでねやっていこうと思いますが、いや久しぶりに、リゼロ始まったなっていう感じですね。はい、まあオットーが美味しいところからね、オットーが美味しいところに着地したってね、そういうところかなというふうに思いました。オットーを書いてみたんですけど、なんとなくこう顔が、潰れちゃいましたね。はい、どんまいですね。じゃあまあ話ちょっとね、見ていきたいと思いますが、今回のストーリーもですね、まあいろいろとね盛りだくさんの内容でしたね。はい。オットーとスバルのやりとり、ロズバルトの対談、で、リューズと、まあ、ガブの事情について聞くっていうところと、まあ、エミリアとパックの話っていうね、そういう部分がありました。そして、まあ、最後のオットーもそうなんですけど、つまりですね、この名場面的なね、一話に大体一個ぐらいあったら、こう、満足する4年的な、こう、名場面的なところがですね、まあ、4つぐらい入ってた回だったんかなというふうに思うので、充実感はすごかったなと思いますね。まあもちろんそのデメリットもあったとは思います。はい。まあ感想としてはですね、まあなんか2期の中で自分は一番いいそのつかみというかつなぎ回やったんかなと思うんですね。2期のリゼロってその引きは結構インパクトあるのが多いんですよ。特に、自分はその魔女が出てきたところとかね、エキドナのあたりとか、なんと、要するにスバルの過去のね、両親が出てきたとかですね。そういった話もね、なんか引きとしてはいいんやけど、じゃあそこがなんかこう、綺麗につながって、なんかそのままこう、ストーリーの本筋にね、ちゃんと絡んできてるのかっていうところを見ると、その、引きはすごいいいけど、つかみはそこまででもっていうね、そういう回多かったかなっていうイメージが若干あったんですけどね。まあ、比較してってことですけどね、引きとつかみを。でも今回に限って言うならですね、前回のオットーの引きから今回のオットーとのやりとりによるつかみで、そこからロズワルに行く流れっていうところですよね。そしてこの単独で見た時の、話としても、14話単体として見ても、オットーが決めてくれてる感じですよね。はい、最後に出てきたところのね、オットーのね、強キャラ感すごいですよね。あれすごいですね。なんか相手が焦ってる時に、こう、平常心で普通に喋ってるだけで、こう、凄みが出る感じね、自分は好きなんですけどね、どうでしょうね。いわゆるバトル、漫画とかでですね、突然こう、日常会話をしだしたら勝ちフラグみたいなね、そういう感じね、自分は結構好きなんですけど、どうなんでしょうか。そんなわけで、なんかこう、オットーが出てきたところのね、引きから今回の思えたつかみ、要は3ヶ月も空いたんですけど、そういう意味では、なんていうか、ベストな引きとつなぎの部分を、なんか、ここに持ってきたっていうようにね、ちょっとね、自分はね、思いましたね。はい。なんか、まあ、前半クール個人的にはね、全然こうね、つながらへんし、こう、魔女の話とかに行ってね、結構渋滞してた感があってね、そういう意味での不満はあったんですけど、なんか、オットーをここに持ってきたのは、なんかすごく、すんなり来たというか、まあ、13話の、まあ、感想考察でも言ったんですけど、良かったなというふうに思いました。で、まあ、オットーがこういうね、スバルに対して行動をとってることはですね、今までも、その、スバルを気遣うオットーの描写ってね、結構あったんですよね。実はエミリアよりあったっていう、そういう感じに、なってくるので、その点も良かったかなというふうに思いましたね。はい。で、まあ、今回自分的にね、大きかったのは、そっか、エミリアの深掘りやってくれるんだっていうところが嬉しかったですね。もう自分はちょっとね、若干諦め気味になっていたんですよね。なんかこう、サテラが出てきたところで、なんかこう、エミリアの過去もサテラと関わってくるんやとすると、なんかもうここでは回収されなさそうな感じするし、聖域の試練自体もなんかこう、試練を超えていく、ことによって何かね、いいことがあるように、まああんまり自分はね、そのエキドナの目的があったんやとすると、あんまり自分はこの先にいいものがあるとも思えなかったんでね。
これは試練諦めた方がいいのかなと思ってはいたんですけどね。あ、エミリアの深掘りちゃんとやってくれるっていうところでね、この点はちょっと嬉しかったですね。はい。で、やっぱりこう夫のね役割、まあ役回りが美味しすぎるなってね、最後のところもそうなんですけどね、ところどころこうね、スバルが言ったらこうロズワールとのねやり取りをね、まあちゃんとできたところもそうですしね、そもそもこうスバルの動きがですね、ちゃんと定まったっていう点でも夫が支えてくれた感がね強いんですよ。そしてですね、このね夫の役回りの美味しさは結局この夫とスバルにの対比がなんていうかこうその後のエミリアの描写にも生かされてる感じがね、しますよね。はい、まあ夫が寄り添ってくれたようにですね、スバルがエミリアに寄り添っている、そういう描写ではあります。はい、やっぱ夫ここ美味しい回やなとね思いましたね。はい、あとですね、まあちょっとリューズさんの振る舞いとか仕草がなんか可愛かったなっていうのは自分はね、思いましたね。はい、なんというかこう2期の10話にもあったんですけど、ちょっとこう人らしい振る舞いというかね、可愛らしい仕草とかがね、ちょこちょこあったりしてですね、その感じが今回もあってね、ちょっと良かったですね。まあ特にリュウズさんについて掘り下げられた回でもあったというふうに思いますね。はい、だから言ったらこうね、オットーとの合流のやり取りとかね、ロズワルトのまあスバルのまあ対決とかですね、エミリアとまあパックのところとか結構名所はねあったんですけどね、でも今回その本筋に関わってきて結構重要な情報っていうのはこのリューズさん周りでもね結構出されたっていうね、そういう部分に、ね、なってきますのでね、いいシーンやったなとね、力入れて作ってくれてる感があってよかったですね。なんかこんなに全て名シーンやのに、一番こう地味なねリューズさん周りのところのねリューズさんのね所作がねいいんですよすごくいいんですよね、可能な人はまた振り返って見てもらったらいいと思うんですけどね、非常に可愛らしいね所作をしていてですね、自分は好感が持てましたね。はい、とてもね可愛らしかったと、あとですね、まあシナリオ的な問題点としては、まあなんていうかこうスバルはロズワルトね話を仕切ったんですけど、だからといって別にスバル的にはここで死んだとしてもやり直しができることには変わりがないんですよね。はい、だから別に望んで死にに行く必要はないと思うんだけど、別にここでこうロズワールト、ね、ここでこれで決めるって言ってもここで決められなくても状況的にはいいんですよね。その、何なんでしょうね、それぞれのステータス的なものとしては問題がない状態ではあるんで、そういう意味ではこうここで絶対決めなあかんというね状況になってないところは、その全体の骨組みとしては自分はそこまでね、しっかりしてないのかなと思ったりはするんですけど、でもこれがまあ逆にロズバルトの退治においては生きたというか、つまり死に戻りできること自体は変わらないんやけど、まあそれを、まあ、ロズワルトの会話にすべてスバルが言ってたことなんでね、打足にはなるんですけど、言ったらこうね、この力を使うことによって何も解決しないっていうところで、それとは別にですね、ちゃんと自分が動いてですね、正しく解決までの道筋をね、辿ることによってですね、答えに行くんだっていうところで、なんというかこのあたりは、その能力的なものを見れば別に何も変わってないんですよね。ロズワルトの会話をしたことで何も変わってなくて、どちらかというとこれが終わった後に味方につくためのね現地取りましたってね、そういうところだなっていうふうには思うんですけど、でもこのまあスバルにとって死に戻りが別に消えてるわけじゃないよっていうこの設定は、まあ言ったらこうケレン味というかね、まあハッタリ感っていうんですかね。はい、ロズワルト退治した時のですね、ここで決めるっていう意思がより強く感じられたっていうところなんですよね。だからここはね、なんか演出がすごく上手だったなとね、自分は思いましたが、皆さんいかがでしょうかね。はい、そんなわけでまあね、まあかなりこうやることが多いんやけど、道筋は見えた感じですよね。まあ勝手に僕は見えたと思い込んでるだけかもしれないんですけど、まあとはいえなんかこう6話の終わりぐらいになんかこう自分が、まあ、今回のルートはこんなんかなっての予想をしてたと思うんですけど、まあ大体それにね近い流れとしてね乗ってきた感じがあってですね、で多分まあここからちょっとアクシデントも起きると思うんですけど、道筋は決まった感じで、結構渋滞してた感はあったんですけど、まあ、少なくともこの回で結構やるべきことがねさらっと見えてきたのは良かったなというふうに思いましたね。はい、まあ贅沢を言うならまあそのエミリアとの向き合い
まあね、避け続けてたから、まあね、かなりこう後回しになっていたっていうのも説明はされてたんですけど、まあ、外堀パック関係の外堀とかもうちょっと早めに、埋めといてもらえたらですね、なんかもう少し、スムーズにいったのかなっていうふうに思うんですね。だから今回、重要シーンというか名場面的なところがねすごく多いんでね、全体の印象としてはね薄くなってる感じが、詰め込み感っていうんですかね、そこがあるんですよね。で、まあそれはそれで、まあ言ったらドラマを生んでるんでいいんですけど、例えばこの回が神回かっていうと全然そんなことはないとね、自分はちょっとね思ったりはしました。はい、なんていうかね、今回の言ったらエミリアのずっと目覚ますまで手握っててねって言われてはいるん、言われてたんやけど、スバル的に多分やらなあかんことがいっぱいあったんで、まあ言ったらこうね、場所を離れてしまって、まあ結果エミリア的にスバル嘘つきって言ったんやと思うんですけど、これをまあ言ってミリアがいなくなってしまったことによって、聖域の目を使って探すことになり、なったことによって、まあ、そのガフが駆けつけたあの場所に誰もいなかったですよね。本来は、リューズさんたちの誰かが、まあ、見張っているのと、そしてですね、聖域の目であるこの、白い量産型リューズさんたちも、このあの場所にいてるはずなのにいないってことは、多分聖域の目を使って、探し回っていたのかなってね、そんな感じのことがね、若干思って、まあ、こちらのこう、ビルマさん、まあ、その時の担当が誰かわかんないんですけど、黒リューズさんの方には席を外してもらった可能性は、あると思うんですけど、そんなわけでですね、やっぱりちゃんとね、アクシデントは起きるわけですよ、リゼロはね。はい。で、そこでですね、まあ、そこによってドラマをね、生んでいたっていうところでは、あったのかなというふうに思いました。とはいえ、まあ、スバルのやることが、おいって、そんな感じになっています。だからまあ、言ったらこうね、これから面白いものが見れそうだっていうね、そういう感じですね。まだね、多分ロズワール関係とかね、スバルだいぶね、分からずに喋ってると思うんですけど、それでもまあ見れそうだっていうところではあります。ただですね、このね、面白いものが見れそうだっていうのはね、これね、前半クール丸々使ってやってるんでね、言ったらまあ、とりあえず次回期待ではあるんですけどね、そろそろね、すごいかっこいいところを見せてほしいなっていうところも、若干あったりはしますね。はい。そんな感じでしたが、皆さんのね、感想など教えていただければというふうに思いますね。はい。では、まぁちょっと部分的に自分ね、追っていくのもしようかなと思うんですけど、まずちょっとこちらね、してみようかなと思う。こちら何でもないんですけど、一応前回自分が、1週間前ぐらいかな、もうちょっと早いかな、まあそれぐらいの時にですね、リゼロが始まる前にちょっと見返しまとめっていう動画をね出したんでね、そこで使ったんですけど、そこの内容のまあ詳しいことに関してはその時の動画に言ってるんで、いいかなというふうに思うんで、またこれ今ちょうどねリアルタイムで追ってる人はそのアベマとかでですね、そのまあ最速無料配信されてて、しかも1話から13話まで見返すのもね、今のところ1週間ほどタダになってるので、じゃあ見返すのっていいかなと思ったのがあったんで、これだけね言っとこうかと思って、言ったら、2期の10話、35話ですね。ここのまあ描写がですね、言ったらかなりの密度を今回の話にリンクしてくるというか、繋がってくるっていうのがあるんで、今回のリューズさんとのやりとりとかもですね、今回に言ったら、この10話に照らし合わせるとすごくよくわかるし、ここでのエミリアとの会話もなかなかね、染みるものがあるし、ちなみにちゃんとオットーもこのところではね、スバルをね気遣ってくれる描写ちゃんとあるんですよね、これね。でまあガフとの対峙の部分も、あったりするので、ちょっとねできる人はね10話をね見返してみるとなかなか味わいが深くなるんじゃないかなというふうには思いましたね。特にまあ印象深かったのはリューズとのやりとりがそうですよね。うん、また同じ質問をしてくれんかってねリューズさん言っていましたからね。その後のまあエミリアのねあまりこう寝つけないのっていうようなね、会話とかもありましたし、まあただ個人的にはまあそのやっぱりガフとの対峙に関してはあそこはなんかこうスバル的には結構、うん、問題のある行動やったんやろうなっていうふうには今も見てもねちょっとね思いますね。演出的にはアニメの演出的にはかっこいいね演出みたいな感じにはなっていたんですけど、別にあれはやっぱりかっこいいシーンではなくて、スバルのちょっと異常性ですよね。うん、命をね消耗品として見ているスバルの異常性を示すシーンだったんだなっていうね、風にまあ見返して改めて見たらですねしっかりそういう風に感じられるシーンだったんで、それは良かったかなという風には思いましたね。
はい。だから問題のある行動としては、あそこでこうガフに死ねないように拘束される可能性は十分にあったので、そのリスクを、まあ、ケアできてなかったところもやっぱりスバルが視野が狭くなってた感が出てるかなというふうに自分は感じましたね。とはいえ10は見返しおすすめです。はい、じゃあ内容ね言っていきましょうか。ロズワルト・スバルね、ここがね良かったんですよね。もうこれね赤字にしちゃってるんですけどね、ここが一番良かったと思うんですが、まあまあまあまずですね、まずロズワルトの目的に関してなんですけど、これはね、一応はね示されてはいるんですけど、この場所の、ね、おけるロズワルトの目的はまあエミリアを王にするためにね、スバルにね全てを切り捨てれるように覚悟を決めてほしいっていうところで、今回の試練を与えたっていうね、そういうわけなんですけど、言ってますね、ロズワールが言ったことに対して今回のスバルの提案っていうのは、まあ言ったらこの切り捨てないことがね、いいことだっていうことを分からせるっていうね、まあ言ったらこう全部取るよ、強欲な手段を俺は取ってやるからね、これができたら俺を認めろというね、そういう方向性なんですけど、これはそのロズワールが、何回もスバルに言っていたその目的をね、ロズワールのスタンスとしては目的が果たされれば手段ってのは問わないんだよってね、どんな手段を取ってもエミリアを王にするってね、その目的のためにね手段を選ぶなっていうことをね、ロズワールは言い続けていたわけですね。だからそれの意趣返しにもなっているというか、つまりですね、ロズワールにとってですね、まあ都合がいいというかね、しっくりくる納得いける手段じゃないにしろ、目的張って果たすことができるんやったら、お前はそれを認めるしかないよなっていう、そういう論法になってるわけですよね。このあたりなんかすごく綺麗につながっていたし、でここが見えなかったとすると、なんか、ロズワールがね大げさにこうスバルをね上げるためにこう驚いてるというかね、スバルの異常さとか凄さを言葉を並べ立ててなんか持ち上げてるみたいなね印象にね見えてしまうんですけど、これはロズワールが言っていたことの論法がね跳ね返ってきてるっていうところなんで、自分はすごい爽快感をね、ありましたね。はい、そんなわけでなかなかいい、一種会社だったなと思いました。でまあ結果的にですね、これも言ったんですけど、まあ死んだとしても結局まあスバルがねやり直すことがねできるってロズワール視点でも思ってるし、スバル視点でも自分死んだらやり直せるって思ってるは思ってるんで、まあスバルはこれは心の問題とかも言ってましたけど、ロズワール的にも別にそのね意見飲むことにね問題はないわけですよ。だって目的が果たされれば手段は問わないということをずっと言い続けてたわけですからね。この、罪状態をね、君がね捨てないことによってクリアできるんやったらその手段っていうのを認めざるを得ないということで、まあ失敗するってねロズワール的には思ってるからね、後任のためにやっといても悪くないやろうってね、より深い絶望になって君が覚悟を、決めてくれるはずだっていうところなんで、ロズワール的にはどっちに転んでもね問題ないっていうところで認めるっていうね、そういう部分だったなというふうに思いました。はい、まあ個人的にはその世界の設定というか設定の説明が全然ないところに対しては自分はちょっと物足りなさはというか、こう歯がゆい思いをしてはいるということも一応書いとこうかなというふうに思って、要は魔書の設定がよくわかんないんですよね。なんかどういう文面なのか文体なのかもわからないし、どのタイミングで更新されるのかもわからないし、スバルが死に戻ってきてスバルのその行動基盤が変わってるんやとすると、その魔書の内容が変わるのかっていうところも問題なんですよね。これスバルの状態によって魔書の状態がそれに対応して変わるとパラドックスが発生しちゃう時が、あってですね、問題になっていくんですけど、このあたりもちょっとねふわっとしているところが、ありましたね。そこでまあなんていうかこうこのあたりは詰まっていくのか詰まらん方がいいのかちょっとわからない感じではあります。どちらも3日後って言ったところの説明のセリフに関しては、自分、まあ、いろんな解釈はできると思うんですけど、3日後っていう、どちらもね、つまり襲撃も雪が降るのも3日後だよって言ったんですよね。なんとなくこう、リゼロの回を見ているとですね、なんか前の周回、つまり2回目のウサギが襲ってくるタイミングって、スバルが、その、言ったらこう、試練の次の日に、まあ、村を立って屋敷に結構早いタイミング、かなり早いタイミングで到着して2番目ぐらいに早かったかな、到着して、まあ、みんなを避難させてすぐに襲撃が来たっていうね、そういう流れだと思うんで、あそこに日にちはほぼ立ってないはずなんですけど、その日のうちにまあ
こう、まあ、ベアトリスが殺されて転移させられて、で転移させられてすぐにね、スバイは気づいたんじゃないかなと。目が痛かったはずなんで、なんか何日も眠ってたわけじゃなかったと思うんですけど、そこで見た時にもすでに雪が降っていたので、なんか日数的にはちょっと早くないって、思う。あと2日後ぐらいやったんちゃうと思ったんですけど、あれはちょっとどう見ていいのかはわからないんですけど、まあ、そのロズワールがここでこう、スバルに単価を切られたせいによって、じゃあ屋敷の襲撃と雪降るタイミングを同じにしたら君一番困るんじゃない的なね、そういう意味でどちらも3日後って言ったやとすると、計らずしもなんかスバルがロズワールの雪のタイミングをなんか後ろにずらさせてしまったというか、ことになって、それはそれで面白いなと思ったんで、あんまりこう魔書についての追求が、なくてもいいのかなってね、自分はちょっとね思ったんですけど、すいません、全然見当外れのこととか勘違いも言ってるかもしれないんですけど、そんな感じですね。あと、まあ襲撃者のタイミングっていうのは多分その前回自分がその言った予想としては、まあスバルが旅立ってから何日後みたいなね、そういう設定がされてて、ただ早くに帰ってきたらその時に、手遅れにならんように臨機応変対応っていうことなのかなというふうに思ったんで、こっちは特に、問題はないかなと思いましたね。うん、いや、まあ屋敷襲撃の依頼はすでに出てるっていうことなんで、問題はないと思いましたが、雪のタイミングだけ自分の思っていたのとねちょっと違ったんでね、皆さんもね、感想とかも教えていただければというふうに、思いますね。はい。あと、ここにスバルが言ってたんですけど、魔書のね、言ったら、記述とすでにずれてるから、もうロズワールは自由なんだって、ラムに言っていたことは、ちょっとよくわからなくて、これは、まあ、スバルの言ってることがわからないというんじゃなくて、ラムにそれを言うことで何かが説明した気になっているのが若干違和感を感じてはいたんですけど、このあたりは、もしかしたら自分が忘れているのか、それとも、スバルがサテラに取り込まれた時に、サテラに飲み込まれていた人たちの記憶の中に、その、なんていうかこう断片みたいなものとかがあって気づけたのかはちょっとね、わからないんですけど、このあたりもまあ置いといていいとこなのかなとは思いましたね。はい。ちょっと気になったところではありました。そしてまあ、スバルの目的と手段の話ですけど、まあ、スバル的には、さっきも言ったように、言ったらこう何かのために他を切り捨てるっていうねスタイルをするんじゃなくて、切り捨てるんじゃなくて、それを必要な駒として、使うことによって最善手をね、打つ、最後のね最善のゴールにたどり着くっていう、まあ言ったらこう白ゲーとかにも近い、ところですよね。難しかったところをこう組み合わせてパズルにして、答えを導くっていうね、そういうところで、しかも答え出てない状態でこうねロズワールに言ってるっていうところですよね。はい。で、ここで自分がやっぱり良かったと思ったのはこれですよね。本を捨てて一緒に来いですよね。ここのやりとり、いろんなかっこいいシーン一番あったと思うんですけど、僕の中で一番意外性があってかっこよかったのはここかなというふうに思いましたね。うん、本を捨てさせるんだなって。自分はその、まあコメントとかではいただいたりしてたんですけど、まあ自分的にはその魔書を、まあベアトリスを魔書から解放してやればいいと思ってたんですけど、あ、そっかって、なんかロズワール自身も魔書から解放してやった方がいいのかなってね、そういったことがちょっとね、思っていましたね。はい。あと、まあスバル的にはなんか死に戻りであることの告知はできないんやけど、自分がこう何回も何回もなんでこう繰り返すことができる能力を持っていることはもうロズワールには伝えても大丈夫っぽい感じがして、これ他の人に言ってもいいんですかね。オットにどこまで言ったのか若干気にはなったりしますね。死に戻りっていうことが告知できないのは、つまり死がスバルのトリガーになってしまうことによって、スバルが袋小路に立たされる。それが誰か別の人に知られてしまうことによって、スバルが不幸にならないことを、ならないために、死に戻りがね、伝えられなくなっていたっていうところですね。心臓潰しかな。そこはなんかこう、サテラーからの気持ちとして受け取っていたっていうことなんで、もしかしたらこう、繰り返せること自体は、話していいのかなって思いましたね。まあ、これまでも、その、先のことがわかるんだ、つまり予知能力的なものにとしてね、表現する分には全然問題なかったんでね、これはいいのかなってね、個人的にちょっと思いました。
そしてですね、オットーのやっぱ入れ知恵ですよね。この、まあ、話の交渉の持っていき方、若干承認っぽいですよね。はい。なんか、前に自分たちが、言われたことの現地を取って、まあ、いいようにね、誘導するっていう部分ですよね。これだって、双方の状態何も変わってないのに、結果だけ見たら、スバルは、この後ロズワールは、スバルが何か成し遂げた場合に、スバルに協力しなければいけないというかね、スバルの、方向性、思想的な、方針的なものを認めなきゃいけない。プラスですね、しかもその襲撃のタイミングをね、教えてもらうっていうね、スバルにとってメリットしかないって、展開になっているっていうところが、なんかちょっと不思議ですよね。なんか、対抗そうな顔をしてですね、なんかこう、張り合ってるように見えてですね、実はこうね、結果的にはいいものを持ってきてるあたり、なんかすげえ、おっと、なんか承認感があるとか、今まで承認感あんまりなかった、失礼ですね、失礼しました。はい、承認ですね。あったんですけど、それがね、良かったなというふうに思いましたね。はい。オットーのね、入れ知恵を自分はね、ちょっとね、感じましたね。うん。やっぱロズワールさんはね、負けたことがないからね、乗ってくると思いましたみたいなことを言っていたので、あまりにも確かにスバルが言ったり話の誘導としてはね、若干、うん、うまく、ラインを引きすぎてる感があったのは、これはやっぱりオットーの力かなと自分もね、思いましたね。はい。で、まあ、やっぱりただまあ、構造としてはやっぱり状況として死んでも問題ないっていうのが、まあ、視聴者的にはですね、やっぱり引っかかるところなのかなっていうふうに思いますね。まあ、死に戻りが、能力の主人公ではあるんでね。はい。あと、まあ、なんていうかこう、まあ、細かいことを言うんやとすると、2部とか3部の内容で得た教訓をスバルがちゃんと持っていたんやとすると、まだこのロズワールに、つまりロズワールの目的はぼやっと分かったんやけど、なんでそれをこう目指してるのかっていうところがまだ分かっていないわけですね。相手のこう完全な相手の事情的なものを理解せずに、こういう交渉を持ち出す、相手を理解しきっていない状態でね、持ち出すっていうのの危険さっていうのは、まあ3部とかにおいては結構ね分かっていたはずなんですけどね、まだロズワールのそのちゃんとした目的的なものがね、よく分かっていない状態で、この話を切り出せたっていうのは、なかなかこうね、多分うまくに話したことと話してないことが、働いたのかなというふうには思いましたね。だから構造的にはそんな綺麗な構造ではないかなと思ったんですけど、やっぱりこのね、そのスバルの言ったロズワールを解放してやるという意味合いが強い、そういうやり取りやったなっていうところでは、自分は良かったなというふうに思いました。はい、皆さんの感想もね教えていただければと思いますね。あとですね、まあまあ、リューズさんですよね。今回話しておきたいところは。まあまあ、その、10話との対比でね、書かれているんですけど、まあ、細かいところをいちいちね、拾っていこうかなというふうには思わないんですが、まあ、セリフとかね、仕草とかですね、こういったところがとても可愛かったっていうのね、特にですね、なんかこう、はぁって言ったりだとかね、すっとんきょうっていうね、言葉をね、使ったりとかですね、まあ、このあたりはまあ、リューズさんらしさでもあるんですけどね、面白かったですね。すっとんきょうって興味聞かないですね。あとですね、まあ、ここ良かったですね。スバルが思い出して、あんたの名前はっていうところ。これ、左上のね、コマね、画像が、10話の画像なんですけど、同じ質問をね、またね、明日以降の足にしてくれんかってね、10話で言われていましたからね。だから、今回、俺の名前は夏木スバル、あんたの名前はってね、聞きましたからね、ビルマさんに対して。これは、非常に良いシーンだったなというふうに、思いました。で、まあ、アルマとビルマと、シーマがいるってことで、もう一人ね、いるのかなってね、まあ、ディーマですか?ディルマですか?わかんないですね。これは、別の国のアルファベット的なあれなのかなって思ったりはしたんですけど、そんな感じのことを思いました。はい。まあ、今までね、アルマさん、ビルマさんは何回もね、出てきてますからね。はい。で、まあ、アルマも出てきたっていうところ。そして、白かったのはシーマだったっていうところですね。あとね、めっちゃ全然関係ないんですけどね、すいません、めっちゃどうでもいいことってね、メイエルっていうのを自分語変換したんですけど、語変換するとですね、名前を得るっていうね、そういう語変換になるなっていうふうに思って、なんか、自分のその10話で言ってたんですけど、
リューズっていう名前は自分たちのこうね役割として名乗らなければいけないものだから、それ以外のところに自分自身をね見出すしかないんだってね。だから下の名前、まあ、上の名前なのかな、まあ、名字、を使っているんだよってね言っていた存在の、まあ、原点である、リューズメイエルさんがですね、なんか名前を得るっていう語変換できるのって結構楽しいなと思ってですね、自分はそのリューズさんに関してはそのドラゴンズという意味、いや別に野球をして知らしそうっていう意味ではなくてですね、リューズの竜がまあ竜で変換できるんでね、ドラゴンたちって言っていたのが、なんというかこうロズワールが、竜を殺すって言っていたところと、まあ、エキドナと竜が繋がってるのかなってね、勝手な妄想したりをしてたんですけど、そっちじゃなくてですね、下の方の、名乗りが大事やったんだなっていうところを、自分は感じました。はい、完全な脱線ですね。ちゃんとした話にしましょう。ガーフィルの過去についてなんですけど、これはもう自分はフレデリカ・ルートかなと思ったんですけど、実はね、シーマさんが知ってそうっていうね、そういうとこですね。シーマさんガーフィルにめちゃくちゃ関与してきてるってね、そういう感じですね。これは結構予想外というか、あのフレデリカさんの立場はみたいに若干思ったんですけどね、そんなわけで、まあ、ちょっとね面白かったなというふうに、思いましたが、びっくりはしました。はい、思った以上にね、なんかこうシーマさんがねガフに詳しそうだっていうところなんで、多分これはフレデリカの役割と思ってたところはミスリードなのかなってね、させられたのかなというふうに思いました。はい、あとですね、まあお茶のところで言ったら、まあガーフィールが来た時にですね、お茶のまあ言ったら持っているね湯飲みがこうマグカップみたいなやつに変わっていたんでね、そういう意味でまあここに誰かが来てシーマと話をしたんだっていうことに気づいたガーフィールが動き出したっていうね、そういうシーンだったとは思うんですけど、これシーマさんが潜んでいる小屋のものとですね、前にこう言ったら遺跡の中にあるのかな、部屋の、お茶とかの、ね、様子が見てですね、ここでもねちゃんとこのリューズさんはですね、あのスバルにお茶出してくれてるんですよね、これね、ですからなんかこういう習慣っていうのはやっぱりあの変わらずに同じように引き継いでるんだなってね、10年前にシーマさんだけ別れたってね、そういうことでしたからね、でよかったですね、これ分かりやすくてよかったですね、あとまあ関係ないことを言うとですね、シーマさんの使ってる湯飲みよりもですね、他のリューズさんが使ってる湯飲みの方がですね、高級感がありそうですね。この口元のところが薄くて若干返しが効いてるとですね、あの飲んだ後のお茶がこぼれないんですね、これね下にね落ちていかないんですよね、そんなわけでですね、あまりいいお湯飲みを使っていないんでね、全然関係ないですね、失礼しました。その感じで、まあ、今回リューズさんに対して思うところが、いろいろあるなというふうに思いましたね。はい、まあ、メイエルは関係ないとは思うんですけどね、でもまあもしかしたらな、あの作者の長月先生がですね言葉遊び的に、考えていた可能性も若干あるのかなというふうには思いましたね、まだわからないんですけどね、でですね、一応これもまあ前の動画まとめ的なね振り返り動画でねやってはいたんですけど、今回ね分かったことに関してはキャラクターについてね、修正しとこうかなと思います。ちょっと抜けてるとこあったら教えていただければというふうに、思いますね。はい、エミリアの能力がですねパックとの契約がね一応破棄されたのかなというふうに思いました。はい、あとそれによってまあ記憶が解放されたっていうところで、まあ、ここからですよね、ここからどういくのかっていうね、そういう部分ですね。はい、まあ、パックとエミリアに関してですねここで書いてくれるんやってね、そんな感じですね。でそれを見ると、前の集会でもですね、あの完全にこうスバル依存症になっていたエミリアがいたんですけど、この状態でももしかしたらパックと何かあったのかなというふうには思いましたね、なんか可愛かったですけどね。はい、パックさんですね、まあ、あと首をね締めてパックを呼び出そうとする感じがね、なんかこうそのリゼロの持ってるホラー的な要素の業というかね、この感じもちょっとね良かったですね。パック呼び出すためにね首絞めに行かなあかんところね、すごくなんかこう皮肉というかねちぐはぐさがね見えて良かったですね、このあたりはね。はい、まあこれは好みにもよると思うんですけどね。はい、まあスバル陣営はそんなところで、いいのかなと思いました。まあパックが完全に消滅したわけではなさそうなんで、もう一回ぐらい話できそうな気はするんですけどね、どんなところかなというところですね。あと正規関係者としてはですね、このリューズシーマさんなんですけど、まあ設定として加わったんで一応こう差別化
しておこうかなというふうに思いました。ただそうですね、シーマさんが残りが完治をしてるみたいなことをね言ってましたね。つまりガーフィール自身は、魔女の正気は認識できないのかなってね。まあそもそも魔女の正気が何なのかアニメにおいてははっきり説明されてないというか、その、正気は説明されてるんやけど、正気を判別できる存在がどういう存在なのかのが説明がされてないような気がしているんで、まあ、このあたりは別にその意外なものではなかったのかもしれないんですけどね。つまりこうガーフィールがスバルに対して不信感を抱いているのはシーマさんと合流して、スバルのことを聞いて以降というね、そういう筋書きなのかなというふうにはちょっと若干ね、思いましたね。はい、ちょっとわからないっちゃわからないんですけどね。そんなわけで一応差別化して書いた方がいいのかなというふうには思いましたが、どうなんでしょうね。あとそうですね、襲撃者っていうか攻略対象っていうんですかね、に関してはですね、なんかこう、襲撃者の、話もされたんですけど、今回はロズバールとスバルのね交渉ということになったので、方針としてはね、基本的なルートは変わらないんだけど、言ったらこうエミリアを王にするためにスバルには、何かをなせるような人間になってほしいというところの方針が若干変わったっていうね、そういうところかなというふうに思います。で、自分はエキドナーについてねどういうふうに関わってくるのかなと思ってたんですけど、そっか、スバルが今回魔女を捨てさせようとね、したところからもですね、まあエキドナーはこの魔女側ね、英知の章の写しである魔女ですよね。これをロズワールにどういうやり取りでですねロズワールが手に入れたかっていうところがつながってくる感じで、そっかそっか、こういうふうにロズワールとつながってくるのねっていうところでちょっと、ね、納得しましたね。はい。あとまあその自分が思っていた魔女の内容としては、なんかこうスバルがいない時にエミリアが試練に挑んでるっていう2つの状態が重なった時に雪を降らせるのかなってね、思ってたんですけど、まあこれは魔女としてはねそういう方向性やったのかもしれないし、違ったのかもしれないんですけど、ここはちょっとねわからないんですけど、まあただロズワール自身がね、試練のねこの3日後、まあ正確には3日後ではないか、試練の4日後に当たるのかはちょっとわからないんですけどに雪を、降らせるっていうね、そんな感じのことを言っていました。はい。でですね、まあこういう感じでね書いていて、まだ疑問点もね結構残ってるんですよね。特に襲撃者がスバルをね殺しちゃってるところとかで、そうですよね、これはあまりこう賢い知事ではないと思うんですけど、どっちの意図なのかっていうのはちょっとねわからないんですね。あと魔女の設定もちょっとわからないところはあるんですけど、でもまあこうやって見るとなんていうかこうスバルに攻略させるために依頼を出された襲撃者かわいそうですよね。なんかマッチポンプなのでね、ちょっとメイリーとエルザさんちょっとかわいそうじゃないこれいやなんていうかこうそのスバルを殺すためにね向かわされてるという、まあ、スバルというか、まあ、屋敷の人たちを殺すために向かわされてるんじゃなくて、屋敷をこう襲撃するね襲撃者を攻略するためにっていうマッチポンプ感ですよねこの感じちょっとかわいそうに思ったんですけどね、どうなんでしょうね。いやいやいや、こいつらに同情はいらねえよっていうね方はねまた教えていただければとねいうふうに思いますね。はい、本編に関しては以上です。お付き合いありがとうございました。あとはまだらっと本編以外の話をね話すので、もしお付き合いいただける方、よろしくお願いします。まずですね、まあ本編以外の動画のまあ内容としてなんですけれども、一応こうなんか今回このエミリアの過去に触れるんやと思って、言ったら氷結の絆とか、多分そのパックとエミリアが多分一緒に過ごしていた時の話とかが入るのかなって、思ったりはするんですけど、動画においては僕ねこれはねまだ見てなくて、まあ見た方がいいかなと思ってるんですけど、一応一番低いねハードルとしてですね動画やっていこうかなと思ってますので、言ったらこうブレイクタイムの内容とかもね、触れたりはしていませんので、そんな感じでやっていこうかなというふうには思っていますが、とはいえ氷結の絆見といた方がね今回重いね、入れが強くなるシーンもあったのかもしれないなとかいうのは思っていますね。はい。とはいえまあ本編だけでね行くっていうのをねコンセプトにやってますし、なんかそれを見なかったことによって今後の話がわからなくなることはねなさそうな感じがね、しますので大丈夫かなというふうに思ってます。またねご意見あれば教えていただければというふうに思いますね。はい。
で今後のね期待というかね展開としてはですね、まあエミリアの過去がねようやくわかるっていうところですね。いやー長かったですね。ねえもう2期の後半クールですからね、ようやくヒロインが何者かわかるかもしれないっていうところですね。はい。まあお母さんみたいな人がいたっていうところがあったのでね、なんかそういうお母さんの人のエミリアが使うやたら古臭い日本の言い回しことわざ的なところ、をエミリアが使うのってなんていうかこうねどこの影響なのかなっていうふうに思うと、ここやとするとなんかこうそのイスベルスバル以外の異世界人の存在が見えたりもしますしね、サテラとどう絡まってくるのかみたいなところも気になりますよね。はい。でまあそれによってね試練を抜けるんやと思うんですけど、そのためにやっぱりガーフィールドを説得する必要があるっていうところで、ガフの過去についてもおそらく触れていくんだなと思いますね。自分はガーフィールドの父親がポイントなのかなっていうふうにですね、まあ動画では予想していたわけなんですけど、どうやら母親がポイントみたいなね、そんな感じのことを言ってますね。ガフの母親が要するに人族なわけですよね。そしてまあ言ったらこう獣人なのがその父親っていう、クォーターが、そうですね、これどっかに書いたんですけど、どこでしたっけ、これかな、はい。まあフレデリカとガーフの話で、まあガーフィールに関してなんでこう血のね濃さによってねフレデリカは血が薄いから出れるんだよってね、血親が違えんだよってねガーフが言ってましたからね、そんなわけですね。フレデリカの父親がですね混血だったっていうことなんですけど、つまりガフの父親はですね獣人だったっていうことだと思うんですが、でもこれだとするとなんていうかこうそのこの聖域ってハーフが暮らしてる場所なはずなんですよね。で人族の母がやってきて、逆やったら分かるんですけどね、ガーフィールが兄貴やったとすると、まあ獣人と人の子の間のね混血として生まれたっていうところで、まあやってきてですね、でまあ聖域の中でですね父親が死ぬかなんかして新しい父親がハーフでそこの子供が生まれてってね、それやったらわかるんですけどね、フレデリカクォーターのフレデリカの方がお姉さんっていうところなんで、やっぱりちょっとね複雑なのかなっていうふうにね自分はねちょっとね思いましたね。はい。まあ、流れ的に言うなら、ガフもフレデリカもその聖域の外の子供だったっていうところで、何か外の世界に対する、ね、イフがあるのか、もしくはガフはこの聖域の中で生まれたこの子供なんやとすると、父親がまあ言った獣人の父親がハーフの暮らす町に何しに来てたんやってね、そういうことになりますし、他にも母親はどういう思いでこの聖域の中に訪れたんだろう、そしてなんで去っていったんだろうっていうところになると思いますね。これねフレデリカからね聞けると思ってたんですけどね、次回聞けちゃいそうな感じしますね。はい。どうなるんでしょうかっていうところですね。あとまあ聖域の話に関してはまあここは多分ちゃんと説明されない部分もあるかなというふうに思いましたね。特にエキドナー関係になってくると、なんか今後の魔女とかそういうこう大きな話に関わってきそうなんで、回収されない部分はあるのかなというふうに思いましたね。個人的にはもうちょっと魔女についてね、示してほしいっていうところと、まあ結界と奇跡とね、そしてまあその聖域が解放されるとどうなるのかぐらいはね、見れるんじゃないかなというふうに思ってはいるんでね、そこらをね待ってこうかなというふうに思いますね。特になんか奇跡に関してはいろいろね使われてましたからね。なんか、スバルを転移させるとかですね、まあ、スバルというか、まあ、持ってた人をこの聖域のその結界を超えるときに転移させる能力とかですね、まあそれ以外の時でもなんかガフと戦ってる時転移してしたりしてましたし、ガフ自身も奇跡を使って強欲の使徒を動かしたりしてたし、フレデリカは重化する時に奇跡使ってたりしましたからね。何なんでしょうね、力を増幅させる的なもの以外にも何か意味がありそうですね。でまあ聖域関係がね片付くとですね、つまり聖域が解放されるとその住人たちは逃げることができるわけですよね、ウサちゃんたちからね、ぴょんぴょんやってきてしまいますからね。で、それなので、こっちに関しては猶予が生まれるってね、そういうところだと思いますね。これでまあ屋敷に向かってですね、みんなで向かうのかわからないんでね、時間はわからないんですが、まあ、ベアトリスをですね、まあ、魔所から解放してやるっていうね、そういう部分と襲撃者に対応していくっていうね、そういう流れになるのかなっていうふうにはちょっとね思いましたね。はい。まあどういうふうにね繋がっていくのかちょっとわからないのと、あとですねこれをねこの動線で見るとですね、やっぱりねウサちゃん後回しな感じねちょっとねしますよね。いやこれね、まあ普通にウサちゃんをこの問題なく対処することができるんやとするとですね、
ウサギに関しては例えばこの遺跡の、ね、中にうまく閉じ込めるとかね、そういう感じでこうマナに連れられてねやってくるわけなんで、ね、なんかうまく閉じ込めたり結界の性質変えたりしてね、閉じ込めるとかできそうですね。逆にまあ追ってきたら襲撃者との同士打ち的なねそういう流れを作ることもできなくはないと思うんですけどね。いやでもねそれがラスボスってのはちょっとねなんかこう全てが終わってからのウサちゃんみたいな感じになっちゃうので、そういう意味で言うんやったらなんかこうね多分イレギュラーが発生するんだろうなというふうには、思いますね。はい、パターン的にね絶対こう閉じ込めてたねはずやのになんかウサギがねその追ってきててですね、こんなとこからやってきたのこのタイミングでウサギかよみたいなそういう、感じになるんじゃないかなというふうに思ったりしますね。はい、ウサギ逃げがちですからね。はい、気をつけておきたいところだと思いますね。あとですね、最後になりましたが、まあ、動画の方ですね、これでね、終わらせていただこうと思うんですが、まあ、動画の出し方として、その、今までの1周目、2周目、3周目の際みたいなのをこう、並べてね、違いがね、見えるようにすると、整頓しやすいかもみたいなね、助言もね、いただいたんですけど、まあ、今のところはね、まあ、大丈夫かなと。なんていうか、キャラクターみんな基本的に一貫した行動をしているので、うん、なんだろう、ガフにもらった奇跡を見せずにフレデリカにこうね、協力を仰いだ時にフレデリカがこう、ね、疑念を持って襲いかかってくるみたいな展開も特にはなかったので、そんなわけで、今までどういう動きのね、サイが勝負してるのって思っていた、まあ、ローズワールに関してもですね、今回はもうね、3日後にね、これが起きるってことで宣言しちゃってるわけなんで、これ以上もうローズワールの行動について追う、部分はあんまりないっていうのと、あと、まあ、一番違うように見えていたガーフィールに関してもですね、まあ、おそらくは、正気に関して、まあ、シーマさんに会って話を聞いたタイミングから行動が変異してくるっていうことなんで、このタイミング、接触タイミングで変わっていたのかなってね、そんな感じのことで、ね、まあ一応こう話としては、辻褄が合うんじゃないかなというふうに思うので、今のところキャラクター全員一貫した動きを持っているので、特に問題はないのかなというふうに思ったりはしてますが、ここに来てですね、必死でこう屋敷にたどり着いた時にですね、フレデリカがですね、完全にこう寝返っているパターンとかあると思うんですよ。だってこの、本来ガーフィールの過去を語る役割はねこの人やったはずなんです僕の中ではね、はい、すいません勝手な妄想でしたね、そんな感じの、ことを思っていますので、まあまあこのまま、思ったことをだらだら喋るっていうスタイルになるかなというふうには思いますが、またねご一緒いただければというふうに思います。それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。またの機会ありましたらよろしくお願いします。